検察庁です。あ、恐れます。小市原さんお願いします。はい、少々お待ちください。はい。わかりました。検察官の小市原と申します。あ、恐れ申しますが、はじめまして。昼時にすいません。なんか電話いただいていたのに、はい、すいませんでした。処分通知書の件なんですが、はい、これはどういったことでこの不起訴になってるんですかね。あれですね、有印私文書偽造ですよね。はい。はい、で、私、まあ、その捜査をして、はい、今回その、おさんが受け取っている警告書について、はい、まあ、告訴の内容としては、その澤田弁護士が、はい、他の3人、連名になっている3人の方に、はい、まあ、無断でこの書面を作ったと、まあ、そういう内容ですよね。はい、で、私、まあ、この4人の弁護士全員から話を聞いてるんですけども、はい、まあ、3人とも、まあ、4人ともですかね、いずれもその言っているのは、はい、この件に関しては、この4人が、4人全員で共同で受任している形になっていて、はい、で、まあ、実質的にこの件、担当していたのは、澤田弁護士と新田弁護士ということなんですけども、はい、で、まあ、残り2人の人についても、まあ、この担当している澤田弁護士、新田弁護士が、まあ、主に担当しているのは分かっていて、はい、で、まあ、こういった趣旨の、まあ、警告書を送るっていうことは、まあ、事前に聞いていた、あるいは、この件に関してはもうその2人に任せていたので、その、まあ、自分としては、まあ、こういう文書を作成することについても全部、まあ、全部お任せしていたと。で、自分の名前がそういう警告書に載ることについても、もちろん分かっていた。それは澤田弁護士と新田弁護士以外の、そうですね、残り2人、はいはい、が、知っていたと。知っていたというよりは、まあ、事務所のシステムとしてこういう共同受任で、案件を受けるというのが基本的な体制になっているので、その、まあ、事務所の案件すべての書面に自分たちの名前が連名になるっていうのは、もうこの件も含めて他の件もそうなんですけども、全部そういう体制になっていたので、まあ、この文書を作ることについては、自分としてはもともと前から承諾していたことですと、まあ、そういうお話なんですね。はい。で、まあ、おそらくそういう形態でその弁護士業務を行っているっていうのはかなり、まあ、多いというか、まあ、一般的な方法で、はい、はい、存じてます。はい、問題だったのが、証拠で提出した大内克弘さんの音声データがあると思うんですが、はいはいはい、大内先生とも私、まあ、電話でですけども話は聞いてるんですね。はい、で、確かにそのさんが、くださったその音声データには、まあ、なんか知りませんっていうお話もはっきり知りませんと、で、結局有給休暇中とだったっていうことですよね。はいはい、でだからそこも私、大内先生と電話で話は聞いたんですけども、はい、まあ、確かにその休業中であったっていうことは間違いなくて、でただそのまだこの警告書が作成された時期っていうのは、まあ、その後大内先生、この事務所から辞められてますけども、辞めてない時期ではありますよね。もちろん分かります。はい、辞めたのか辞めてないかそこではっきりしてなくて、ただその今回の警告書に関しては知りませんと、うんうん、はい、はっきりおっしゃってたと思うんですが、で大内先生のその点に関する説明としては、その、まあ、自分は確かに休職中でこの警告書が出すこと自体を具体的に把握していたわけではなかったと。ないわけですよね。はい、はい、そしたらこれ有印私文書偽造ではないですか。ですが、その休業中であっても当然その大内先生がその連名で共同受任している案件というのは当然動いていますよね。動いていても結局、まあ、それは今までのその弁護士事務所他で連名でというのは私も存じておるんですが、はいはいはい、ただそれっていうのも結局その弁護士事務所が、まあ、脅し名目で結局内容も知らないで名前だけも並べて警告書を送りつけてと。で今回の警告書自体が介護弱者への人権問題として、問題になっている警告書なもんですから、はいはいはい、もうその時点でも脅しと取らざると得ないと弁護士会の懲戒委員会でも、その件は私も少しは把握して、はい、の状況なもんですから、そこであれだけの証拠があって、今結局大内克弘弁護士のところ私もお電話したんですが、はいはい、もう向こうの福島県の弁護士事務所の方で、弁護士事務所がもう擁護するような形で全面バックアップで電話つなげないんですよ。
で電話ガチャ切りされてる状況で、からの電話ということで、私が直接、向こうの事務所にかけて、はい、大内勝弘さんお願いしますって言うと、誰々ですか名前言いますと、もう電話つなげてもらえないんですよ。なるほど、はい、もうそれで電話ガチャ切りされてるもんですから、はい、って言ってると、結局大内勝弘さんがおっしゃってることが、じゃあ澤田弁護士にいた時としたにしても、言ってることがもう違うわけじゃないですか。いや、あれだけの証拠があってということだったもんで、私も、まあ、告訴させていただいたんですが、少なくとも、まあ、ですから先にさんがその大内先生と電話されていて、でそれが録音してますよね、はい、でその内容を前提に私も大内先生に電話をかけて、でどういうことなんですか、どういうことなんですか、聞いて、で知らないということだったわけですね。そうです、で知らないことは確かに知らないということなんですが、ただもともと知らなくて印鑑もしてないわけじゃないですか。うん、そうですね、自分自身でって意味ですよね。そうです、で印鑑も私は押してないですし、内容も知りませんと、一切知りませんから、懲戒請求をかけられても私は弁明しますと、そこまでおっしゃってたもんですから。これから懲戒請求かけるって話もしてあるもんですから、澤田さんがそれで、あの内容の話の音声データの内容を喋ったんですよ。はいはい、そしたらこれ弁護士法違反にもなる話なもんですから、まあ、ちょっとそこの点は私は、それがもんで、あれだけの内容で証拠があったもんですから、本当は本丸で介護虐待の方で、これから告訴をするつもりでいるんですが、はい、先にちょっと澤田弁護士が、まあ嫌がらせ等ひどいもんですから、有印私文書偽造の方で証拠が確定している段階で、告訴させていただいたという状況なんですね。はい、で結局当人は内容知らない、印鑑も押してない、それは通常の弁護士業務の中で、名前連名でやってますからと言っても、実際かけたら、いや知りませんと、いや知らないじゃ通らないでしょと、一般民間人で印鑑を押してたらどういう内容かっていうのは理解されてますよねという中で、いや私は懲戒請求かけられたりしてもっていう内容の中で、あの発言をされたもんですから、一切知りませんと。それがなんで有印私文書偽造にならないのかっていうのが逆に疑問なもんですから、それも健一さんの方にも知らないとおっしゃったわけですよね。端的に言えば、つまりその弁護士業務をこの事務所で、まあ、弁護士として行っていく過程で、はい、その自分が直接担当していない案件についても、はい、そういう自分の名前が連名で出るということについて事前に包括的に承諾していたと、そういうふうに私としては弁護士会、まあ、弁護士いろんな問題で私もいろいろ問い合わせさせていただいてますので、はい、弁護士事務所として、弁護士 の, そのやり方として、一人で、名前で警告書を送るところもあれば、わざともう内容も知らなくて、その弁護士事務所として脅し名目で、それも今回警告書じゃないですか。でもそれはあれですよね、その文書の中身が脅しだからおかしいということ。いや違う、違います。結局内容全部理解してなくても、ただ名前だけ弁護士頭数揃えて名前を記載すれば、もう普通の民間人はもうビビっちゃうわけですよ。でそれがもう脅しに取られるような内容だっていうのは、もう弁護士会でも皆さん知ってますよ。それを今回やったわけですよ。それも警告書、介護弱者障害者を追い出すにあたって、まあちょっとそこの警告書の中身については私はちょっともうコメントする立場です。はい、まあそれはいいんです。だから結局、はい、検事さんの方でも大内勝弘さんに関しては知らないと言ってたわけですもんね。それであれば私は有事にしましょう。この書面をきちんと読んで内容確認した上で印鑑をしてるわけではないと、そういう話は聞いています。うん、それは海老原弁護士も音声データ上げてますので、確実に言ってますし、私もあの内容で話させた時に、あ、この方全く理解してないなと、はっきり分かりましたから。で大内勝弘弁護士に関してはもう有給休暇中で印鑑もしてません、その内容一切知りませんとまで音声データ残ってるもんですから、はい、それで告訴させていただいて、はい、で検事さんの方のやっぱり大内勝弘弁護士の方に関しては、あ、知らないと伝えていて、それがなぜ有印私文書偽造にならないのかと、
それは弁護士業界の中でこうなってますからっていうのは、それは弁護士業界、司法関係者の中で当たり前に行われてるからそうなってるだけの話じゃないですか。民間じゃそれじゃ通らないじゃないですか。そういう問題ではなくて、本人、その、まあ、大津先生なり海老原先生なりが本人の意思として、はい、そういう文面書面を作るのにあたって自分の名前を出していいというふうに事前に同意ないし承諾していたというのが、私が捜査した結果の認定。それは弁護士事務所にいて有給休暇中でも、有給休暇中だったんですか。結局その辺はっきり大内和弘弁護士が電話で話されてなかったんで、すいません、ちょっと今正確には思い出せないんですけども、おそらくそういうお話を聞いたかと記憶して、有給休暇中でも全然勤務してない状況だったということは聞いてるんですが、となると全然内容違いますよね。もうだって有給休暇中になってる人の名前書かないじゃないですか、普通のビジネス書面に。おそらく私が把握している事実関係と、はい、私が把握している事実関係ってそんなに大きな齟齬はないと思うんですよ。あ、もちろんそうです。これ一点突破の告訴なんで、うん、あの音声データがあって、あれだけの発言を内勝弘弁護士がされたので、もうこれだったらこれが一番分かりやすいなというところで告訴させていただいたんで。で、ただその事実を前提としても、はい、これは法律上を偽造にはならないというのが私の判断です。でなので、まあ、不起訴という処分になったと、そういうことです。これはじゃあ、それは警察、地検の共同捜査の方で調べた中でそういう判断ということなんですかね。それとも検事さんがと。捜査ではなくて私がです。これ、共同捜査に最初にご相談したときに、もし、地検の方に直接直告でダメな場合は、刑事告訴の方に切り替えて、また同じ、刑事告訴、告訴しても問題ないんですかということで、それはあれですか、警察に。そうです。はいはいはい。ということで、別にそれは、ただまあ一応、地検の方にされるんであれば、同時というのはっていうのところで、共同捜査の小林さんとお話しさせていただいたんですが、はい。で、先日月曜日にちょっと出向かせていただいて、ケンチさんちょっとお会いできなかったんで、はい、小林さんとちょっとお話しさせていただいて、いや、うちとしては、最初の段階で地検というのは、まあ人数も少ないし、捜査能力の差がやっぱり警察と捜査能力の差もあるのでと、いうことで、聞いていましたので、もし地検でこれが告訴をされずに不起訴ということになれば、再度刑事告訴、茂木警察署になりますけど、茂木警察署に刑事告訴するつもりでいますということはお伝えしてきていたんですが、はい、これはじゃあ刑事告訴また別として刑事告訴しても問題ないですかね。まあ、基本的に告訴するしないというのは茂木の判断です。これ、はい、ダメっていうことはもちろんないです。できないということはもちろんないです。はい。で、その場合は、これ結局、共同捜査の小林さんが言われてたのは、いや、結局上に上がりますのでと、って言われて、まあ、もちろん地検の方に上がって、一度不起訴になってますのでってことはおっしゃってたんですが、それはもちろんわかりますと。ただ、まあ、弁護士業界、まあ、検事さんも含めて、検事さんも辞められれば弁護士になるわけで、そういうつながりの中での捜査と、警察、また別の部分の捜査での、じゃあそのまま地検の方に、書面が、まあ、捜査情報が上がった中での、結果っていうのは違うんですかねっていう話はさせていただいたんですが、すいません、結局、警察の方場合と、同じ状況で警察の場合と、警察が捜査する場合と、地検が捜査して、その場合で、起訴不起訴って変わる場合があるんですかね。起訴不起訴を決定する権限は検察官にありますので、警察にその権限はないんです。もちろん分かります。で、今回の場合、じゃあ、別に刑事告訴した場合、また小市原さんが担当になるんですかね。それはちょっとすいません。実際に私のところに来るかまではちょっと。またそれはまた全然別ってことですね。どうでしょう、ちょっと従前の経過。いや、小市丸さんだと多分もう、同じ内容だと多分難しいのかなと思ったんだものですから。まあそうですね。うん、ただ、私も結局、まあ他の司法関係者にもあれを聞かせているもんですから、
その中であの内容でいけると思ったから告訴をさせていただいて、地検さんも、まあ、受理されてご捜査いただいたと思ったんですが、はい、まあ、不起訴という形になっているので、まあ、あれだけでいくか、他の介護の虐待の問題の内容と一緒に告訴するかということでちょっと考えてるもんですから、はい、じゃ あの別に同じ内容でも別に刑事告訴でも問題ないですね。警察署に告訴状を送っていくっていうことですかね。刑事、茂木警察署があの所轄ですので、それはあの自由ですので、はい、あの特にこちらがそれを止めるということはありません。これ、はい、小林統括が言っていた通り、はい、一度その、まあ、同じ事実関係で検察署に告訴していて、はい、でまあ、不起訴処分というふうになっているので、はい、それを仮に警察署に持っていって警察署が捜査しても、その後に実際に検察官がさらにその警察から送られてきた記録を見た上で、はい、起訴するっていう風な可能性があるかといえば、その可能性はかなり低いというのは間違いないと思います。というのは実はその今小市丸さんがおっしゃった、あ、弁護士が連名捺印してっていう、まあ、結局ほぼほぼ他に担当してるものが知らないでやってるっていうのは、逆に弁護士会でも問題になってる件のはずなんですよ。そこは私は存じ上げない。あ、そうになってるんですね今。結局そういう脅しをかけて、問題を起こしている弁護士がいるというものも関係しているものですから、逆にそれで今回宇都宮地方検察庁の検事さんが、それはそういうふうに弁護士事務所がそうなってますからって、言われてしまったものですから、ちょっと頭抱えている状況なもんで、それは検察官としては問題ないと思われてるんですよね。少なくともこの件に関してその有印私文書偽造にはならないというふうに判断しています。この件に関して、じゃああの音声データは宇都宮地検の検事さん、小市原さんが認めた状況でということで公に公開させていただいても問題ないですよね。認めてっていうのはどういう意味ですか。え、結局、今小市原さんがおっしゃったのは、弁護士事務所の弁護士がただ名前だけ並べて内容も知らないで、今回内容は介護弱者の人権問題です、それにのっとって警告書を送りつけて脅しをかけてる内容の書面の内容を知らない人間がいて、それも休暇中だった、私に対しては知りませんとはっきり答えた、その状況で有印私文書偽造にならないってことですよね。はい、それは小市丸さんが判断されたってことでいいんですもんね。有印私文書偽造にならないという判断です、うん、だからそれでしたら、あのこの絵でまた復興をしたというのは別に他にやる方法ってあるんですかね、この不起訴に対して。すいません、この不起訴書面に対して、じゃあ宇都宮地方検察庁の検事さん、小市丸さんでは不起訴になったということで、他にこれを復興申し立てできることって何か制度あるんですかね。検察審査会という制度があります。あ、検察審査会の方にあるんですね。はい、あ、分かりました。いや、うちの結局介護事件の検察審査会かけるもんですから、はい、じゃあこれは検察審査会かける場合は先に茂木警察署に刑事告訴して、そっちもダメだったらじゃあ検察審査会にかけた方がいいですね。そこの判断はお任せします。はい、確実に検察審査会かけます。はい、それだけの内容ですし、大地勝弘さんに関しては、はい、今結局新田裕子さんと海老原弁護士も懲戒請求中ですので、はい、それはご存知ですね。いや、知りません。あ、知らないんですか。結局あれに、すいません、このお電話で、はい、すいません、さんが私に何かお聞きしたいことっていうのは、はい、あと何かありますか。いや、そこの部分だけです。結局検事さんが連名で書き出してしまって、そこで知らなくて有給休暇中であっても問題ないと言われてしまったら、民間人はどうにもならないですよ、はっきり言いますと。で、逆にそこが今弁護士問題になってる問題ですから、先生さんが、まあ、今回の不起訴処分に納得いっていないというのは、確実になってません。いますし、はい、私としてはただ、今までその不起訴にした理由は今ご説明した通りで、はい、これ以上特に説明することは。わかりました。ただ、介護弱者のこれで別件で告訴をします、それの時には影響ないですよね。何の影響ですか。介護虐待の問題で、
薬を、睡眠薬を就寝前に飲ませる薬を日中に飲ませてたとか、あ、今回の計画書の内容の中の問題です。介護事件事故の問題なんですが、あ、だからあれですね、今回のその偽造という事実とは全く別の事実に関して何かその刑事罰、ま、あの犯罪に該当するんじゃないかということで告訴を、あ、もちろん、ただそれ時にもう一回同じ内容で、今回はこの有印私文書偽造1点でいきましたけど、その介護弱者への人権、介護虐待の時に一緒にこういう状況でということで署名を上げる可能性があるもんですから、それはその時担当した方で、見てもらうしかないですよね。かと思います。はい、わかりました。じゃあ、あの音声データは、あの多分小市原さんのお名前も出ると思いますので、署名も含めて。それはどういうことですか。今回の書面通知書、あ、はいはい、にお名前あると思いますので、はい、今回お伝えいただいたその弁護士が内容を知らなくても印鑑をしてても問題ない、それが弁護士会、弁護士事務所のそういう状況になってますからということでおっしゃったと思うんですが、そうですね、その一般的な弁護士業務の慣行がどうなっているかという話は また別の話として、いや、それ今小市場さんがおっしゃったじゃないですか。少なくとも今回のその三が告訴された事実に関しては、偽造という犯罪にはならないというのが私の判断です。ただ一点、大塚鶴さんは知らなくて有給休暇中だったんですよね。そうですね、それはそうです。知らなくて有給休暇中で有印私文書偽造印鑑をして終わったとしても、連名脱印されたとしても有印私文書に偽造にならないということですね。で、よろしいんですね。そうですね、今回はそういうふうに判断。わかりました。で、これ、私栃木県介護被害者会という代表のものになってます。で、これで一斉でブログ、拡散かけますので、ご理解ください。としては、はい、処分内容の説明はしたので。あ、わかります。特段説明するないですね。わかりました。じゃあ、あとはこれで健二さんのお名前とこの書面とその弁護士、名前、何名並べて内容を知らなくても問題ない、それが弁護士会で当たり前になっているということを健二さんが認めたということで、公開させていただきたいと思いますので、よろしいですね。私が申し上げているのは、今回の事件については偽造が成立。いや、今回、今だって弁護士会の風習としてそうやって名前並べて、印鑑を押すことはその弁護士事務所なりで認めてることなのでっておっしゃったと思うんですが、これ以上ご説明する必要はないですよね。私も多分聞いても多分難しいかなと思いますので。よろしいですか。はい、よろしいです。はい、すみません、ありがとうございます。はい、はい。